ですね、今日ジャパンフェスティバルっていうのがマンハッタンであって、でそのですね中で、ラーメンコンテストがあるということで、実際にちょっとどんなものか見に行きました。今日結構日差しが強いんで逆光になってるような気がするんですよね。ではじゃあちょっと見ていってみましょう。結構人が多いのと騒音が多いので、ちょっとどうしようかな。動画だけ撮って後でアフレコで、解説をちょっと入れていきたいと思います。ではお楽しみください。はい、それでは早速ラーメンコンテストの会場に行ってみましょう。ニューヨークでは定期的に道路を封鎖してたくさんの屋台を出すブロックフェスティバルというものが行われます。ラーメンコンテストが実施されているジャパンフェスティバルも実はその一環で年に数回行われているんですね。で、今画面の右側に映っているのが実際のラーメンコンテストの会場になります。今回は15店舗のお店が出店されていて、どこのラーメンが一番美味しかったかをお客さんの投票で決定するというコンテストになりますね。はい、で次に画面に映っているのがジャパンフェスティバルに出店しているお店になります。日本の小物や服、あと日本の屋台で売られているような食事が楽しめます。で、実際に、ここでまずラーメンコンテスト用の食券を買います。ワンチケット10ドルと出てますね。これ1杯10ドルになります。で3杯でも10ドル。嘘、3杯だったら30ドルですね。今回これちょっと生でやってるんであれなんですけども。で、今回、ラーメンコンテストに出店しているのが15店舗。ほとんどがアメリカのにもお店を出してるんですが、うち2店舗はですね、このラーメンコンテストのために日本から、やってきました。では、実際にラーメンコーナーを見に行ってみましょう。はい、今映っているのが麺屋二郎ですね。これは去年のラーメンコンテストの優勝しているお店にもなります。で次に映っているのが紀州屋、担々麺のお店ですね。今回ねこれずっと見てたんですけれども、意外とね担々麺を出しているお店が多かったんですよね。全部で3つか4つぐらいあったと思います。っていうのもまあこれ後で入れてるんだから自分で確認しろよっていうのもあると思うんですけれども、まあそれはちょっとまあ気にせずに置いといて、実際に見ていきたいと思います。今回ねこのラーメンフェスティバル、いろんなところがですねやっぱり趣向を凝らして自分たちのラーメンを持ってきてます。ほら、まあ、あったほら担々麺ってあるでしょ、これ2つ目でしょ、きっとこれナルトラーメンですね。今回15店舗出てるんですけれども、これ1杯10ドルでしょ、で3杯で30ドルでしょ。でこれコンテストっていうにはちょっと難しいよねっていうのが個人的な感想なんですよね。っていうのも全部を評価しようと思って全部ラーメンを食べると15店舗分なので全部で150ドル、ラーメンに1万6000円はさすがに払えんっていうのがまあ個人的な感想ではあるんですけども、でもその中でねやっぱりお客さんの呼び込みとか服とかね衣装とかねそういうのでお客さんをたくさん呼び込めるのも一つのコンテストのうちなのかなと思うとまあいいのかなって気はします。そう、今見えてるこのザ・家系、これ最初何かと思ったら横浜家系ラーメンの家系が EAK になってたんですね。ちょっとこれ後で気づいて、あ自分で面白いなと思って笑ってしまったんですが、でラーメン、エゾですね。はい、これ今回ねものすごい人が多いんですよ。ブロックフェスティバルってストリートを何ブロックにもわたって封鎖するんですけれども、一通りちょっと歩いてみたんですね。でもねこのジャパンフェスティバルのところだけやけに人が多かったんですよね。というのもやっぱりこのラーメンコンテスト行われるのがやっぱ年に1回ということもあって、非常に人気です。で、このラーメンだけじゃなく他後でお見せするところも非常に混んでてですね、やっぱり日本の人気の高さというのが伺えるなというふうには個人的には思いました。で今これ見えてるのがラーメン日光ですね。これは日本から今日のためにやってきたというこのチキン白湯ラーメンがこうまためちゃくちゃうまそうなんですよね。塩ラーメンでしょ、これスープの味がよく出るんですよね、よくわかるんですよね。これは一回食べてみたかった。でもねすっご
ごい並んでたんですよ実は、はい、でちょっとね次々とねちょっと見に行ってみましょう。あ、ライライ軒、これも担々麺のお店ですね。これで3つ目かな。そう、あのこのねラーメンのライライ軒ってあの最近できたお店だったと思ったんですけれども、あの確かね場所はハーレムにあります。ハーレムの西側ですね、128丁目とか130丁目ぐらいだったかな、その辺にあるお店ですね。でスパイシーユズラーメンですね。スパイシーユズって柚子胡椒のことかな、まあ、そんなことをちょっと思いながら見てたんですけれども、これまた美味しそうなんですよね。このねスパイシーうまみ、スパイシーうまみってどんなうまみだって感じもしますけど、ラーメン武蔵、これもう一回食べてみたかったな。その次に見えるのがですね、なんとロブスターラーメンです。このね、ロブスターの身も確か入ってるんですよね。これニューヨーク、まあ、ニューヨークに限らずアメリカ全体でもシーフードってものすごく高いので、まあ、シーフードが入ってればラーメン一杯10ドルでもまあしょうがないかなっていうのは分かります。はい、で次に見えるのがケンズラーメンですね。これカップ見ていただくと分かる通り結構ちっちゃいんですよね。大きさ的にはカップヌードルの日清のカップヌードル の, あのカップのサイズぐらいだったと思います。はい、ここも塩ラーメンのお店ですね。これね外でね焼いてるチャーシューがどうしてもこう美味しそうに見えるんですよね。これでまたすっごいいい匂いもするんですよ。醤油の焼ける香ばしい匂いっていうんですかね、もうこれたまんないな本当に。これね今実際アフレコで入れててもね思い出してしまいますね、その時の匂いとかね。あー、これやっぱラーメン食べたい、やっぱりラーメンはねもともと中華料理って言いますけど、これやっぱ日本のものですよね。はい、というわけで、ラーメンコンテストの会場全部で15店舗、こうやって見てみると意外と早かったですね。はい、では続いて日本の文化コーナーに行ってみましょう。この日本の文化コーナーはですね、いろいろお店は出ているんですけれども、まあ、ラーメンとは違ってなんていうんですかね、日本でよくある縁日、あそこで出ているようなお店が出てます。まず最初に見たのがみたらし団子、これ確かね3本でね6ドルぐらいしたと思うんですよね。1本200円日本で買うと1本60円高いはい、というわけです。ただねこれ日本でよく、まあ、お団子ってすぐ買えるんですけど、実際ニューヨークで買おうと思うと日本食スーパーに行かなきゃいけなかったりとか結構大変なんですよね。なのでこういうところでフェスティバルで買えるっていうのは非常にありがたいです。で、次にですねあるのがマウンテンコーヒーフロムハワイ抹茶パウンドケーキ3ドル、これ結構安かったですね。でもハワイかフロムハワイ、何なんでしょうかねはい、次に見えるのがお好み焼き屋さんですね。この辺はやっぱ定番ですよね、日本食のね。私もよく家でお好み焼きとか作ったりするんですけども、こればっかりはもう定期的に食べたくなる、やっぱ月に1回は食べたいですよね。じゃあ見ていただいたと分かる通り、いやもう8ドルします。日本の屋台で買うと300円400円、さすがやっぱりこの辺はニューヨークの物価の高さが出てるなっていう気がします。でも、ね、やっぱなかなか食べられないし、本物食べようと思ったらやっぱ日本に帰んなきゃいけないんで、そう思うと実際にここで8ドルで食べられるのは結構やっぱお得なような気がします。であとイカ焼きね、うわこれもねすっごい香ばしい匂いしてたんですよ。6ドル。あ、ちなみにこの福招きソーダってこれ日本で売られてるやつみたいなんですね。私もねちょっと気になってネットで調べてみたんですよ。これなかなか美味しそうだなと思って、蜂蜜味ってね。で次に出しているのが、パウンドケーキのお店ですね。はい、こうやってスポンサー募集中ですと、ニューヨークにお店出したいんですというですね、新しい新規出店を祈って新規出店できるようにこうやってスポンサーを募集しているわけですね。はい、で次におやきのお店ですね。こうやって見てるとね結構いろんなお店が出てるんですよね。さて次に来るのはたい焼き来たね。やっぱじゃあ日本のスイーツの定番といえばたい焼きですよね。
これ結構でかいんですよね、見た感じ。そう、見ていただいて分かる通り、多分ツッコミどころがあったと思います。え、たい焼きってヘラで生地を流すのって、ね、これ実際私も思ったんですけども、そんなにあの粘っこいものだったっけなと思ったりもしましたね。はい、で続いて日本の小物ですね。日本の小物に、これは子供用の服かな。そうですね、 50% までしますよ。そして手ぬぐい、これね、手ぬぐいとかあと扇子ってね、あのアメリカ人にはすごくウケるんですよ。あのやっぱりデザインもすごく可愛らしかったり、あのおしゃれですし、シックでね、あの男性女性問わず、あの手ぬぐいやあの扇子は結構人気があります。で続いて、おっと来た、広島風お好み焼きですね。先ほどの大阪風に対抗して広島風が来ました。これね、広島風やっぱお蕎麦入ってるのいいですよね。でちょっとやっぱ 大阪焼きとまたちょっと違うって。そして定番のたこ焼きですね。これね、うまそうなんだな、たこ焼きなんだ。でもこれね、確か値段が結構するんですよ。6個で8ドル。これひょっとしたら銀だこより高いんじゃない？銀だこって確か8個で600円ぐらいじゃなかったっけ？まあ高い高い言っててもしょうがないんですけれども、こうやってね、年に数回ジャパンフェスティバルっていうのが行われて、あの実際に日本食をですね一気に楽しめるというわけでございます。実際今これ見ていただいたのがですね、ジャパンフェスティバルの様子でございました。いかがでしたでしょうか。ちょっと様子は伝わったら嬉しいななんて思います。実際ね、ラーメンの匂いとかね、ラーメンの味までね、あの配信できたらこれまたいいんですけどねというわけで、あのもう少し、見ていきたいと思います。これからですね、ちょっとお送りするのは、ニューヨークでみんながジャパンフェスティバルを楽しむシーン、そして働く人たちを少しご覧いただければと思います。ではどうぞお楽しみください。はい、というわけでジャパンフェスティバルの様子を本日はお届けいたしました。いかがでしたでしょうか。少しでもこの楽しさとか伝わってくれたら嬉しいなと思います。もし楽しめていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。またお会いしましょう。